ちょっと待ってください。はい。
1番アウトゴー、5番奥から来てくれ、奥から6番第1ゲートを通過、6番第1ゲートを通過、あーマジか、ラボ追いついたぞ、7番第1ゲートを通過、7番第1ゲートを通過、8番第1ゲート通過、これ全部オールジャンプ、あー9番頑張って9番真上ですね、10番第2ゲートを通過、4番第2ゲートを通過、1番2番1番にタッチ、
奈良の足でね。奈良。ああ、すみません、ありがとうございます。いやいや、私も一緒に入残念でしたね。なんか僕でもそんな言うほど残念でもないけど、ここの処理だやっぱり向こうな、まあ、せめてねスライドをして終わりたかったですね。そうそうそう、あやっぱり打ち入れが1個前にきっちり入っておかないと、ボール1個中10番に立つ。いやでもそういう問題じゃないですよ、あれやっぱ当てなきゃ。まあな、上条君の流しを作って10が2ゲートを狙ってで僕が6を当てて、てか6でスライドして6をだから2ゲート前に送りつつ自分は3ゲート攻めていかないと。そうそうそうなんですよね。永田さんで当てなきゃね、永田さんで7号がいいラインだったんですよ。7号当てれば、そうそうそう、7号取れば4、6持ってんだから3のね、ああもう決まってんじゃん。今ハゴ打っちゃったからね。慎重ですね。8番第2ゲートを通過。第2ゲートを通過。うまいうまい。2番はどうするんだろうな。有山くんの前ぐらいか。そうですね、あもうちょっと右だったね。3ゲートだから狙ってって、6なんかに6狙っていってダブル取ればもうそれで一層だからさ。おー、いったうまいな。6タッチ6裏で、それも次のボールで遅れるとこどこだ。反則ですね、今の阿部ちゃん。さっきの試合はちょっとニコニコあんまりいい試合じゃなかったので、それは決してこれが内藤君は帰ったんですか。いや帰ってない、残ってる。生田さんも残ってる。生田さん残ってない。生田さんと高山君が、生田さんを当てんでしまうと高山君に。そうなんですか、うん、そうしないと僕一応役員様だから残っとかないと。まあ最後までいてもいいと思うんだけどね。第1ゲートとか生田さんはそういう気がないじゃん。でもやっぱ最後までいなきゃ。すいません、なんか持たせちゃって。ユーバ新曲は全部当たってたんですけど。そうですね、こんなもんですよ。あの6アウトは痛かったですね。だからそこで本当は広志君が処理をしないといけない、まあ、僕が打たなくても良かったのかもしれないけど、やっぱ10がショートだったしね。永田さんが2点になってるとまたそれはそれで展開も違うんだけど、この距離もね分かんないんだよね。これは嫌。3番にタッチ。コミュニケーションが来るかな。お、いった、うまい。いやでも今打った瞬間行ったと思った。行ったと、後ろから後ろから、そうそう、後ろから見てるとやっぱ分かりますね。分かりますね。もう球はビョンビョン跳ねてたけど
15分前。これはもう、もうこれはもう、うまい。難関はやっぱり難関でしたね、うちのチームは。いや、なんかちょっと後で話したいことがあるんですけど、今後のことについて。もう惜しい。ストローリーと1払って4パッチンみたいな。一回4を使うの。自分が裏入んだ。有山くんは信頼されてるな。向こうの左の足ですね。すごい、やっぱ思った通りに体が動いてる。羨ましいです。これあったら相当なもんだよ。いい感じでいってますよね、本当に。おお、なんか控えめな取り方ですよ。もうこれ2回も持ってるから縦横無尽ですよ。ここで3段抜けぐらい積んだね。これは弱ですね。まあゲート行くんだろう。もう何も考えずにゲートを見てるじゃないですか。押し込むじゃない。打たんのかい。あのイカに打たれたんで、うちはチンチンに打たれちゃいました。ありがま一回押さえるんです。ユータがあれだ。なんかフードがついてませんか。安倍チンだからな。これはひどい。ひどいっていうか大変だ。次の人優しいな、みんな。ほんと優しいですね。結構めんどくさいタイプのミスです。8番当たるかな。眉だね。この2なんか当たった日には目も当てられまへんで。難しいですね。2に行くのか、2の間に行くのか。2に行きましたね。9番あそこだよな。あ、いたいた。打ち入れが来た。できてんのか、これ。高が何点？できてんのかじゃないわ。さっきあれだ。さっきこっちで大暴れしてたから。いいですね、さっきから距離感が。8か80でいけるじゃないですか。
10直接でもいい。80は怖くて嫌だ。ぶっ飛ぶ前、ぶっ飛ぶ前、正面に、正面で、ぶっ飛ぶ前。10番タッチ。10分後ここ外した方がいい。外した方がいい。左から左から奥1メートル。細かいですね。私細かい指示好きです。1番タッチ。これさ、4に向かって手前置いてけ。 4から4メートル手前でいい。そしたらもう通過タッチだ。確かにそれは追加タッチではない。3番いいな。どうした、顔上がっとる。映すなよ。別に顔は映してないですよ。もうモザイクを。さあ、あるんだ。器用だね。はあ。あとで電車代を払わないと。そうだ、高山君には後日請求しないと。電車代とあれだ、審判試験代とで N 万円払わないといけない。何あれ、何が何に行きたかった。1万円の8000円で1万8000円私にいただければいいんですよ。なるほど、ちょっと後で下ろします。うちの家の近所のコンビニがあるよ。甲府で下ろす。そうなの。時間的にもまくれないのかな。そんなことはないで。まだ白を全部当てれば可能性はある。なんでどこへ行くの。5番のおじちゃん、さっきチンチンに落ち当てられたんですけど、どこ打ってんだよ。さっきそんな当てられましたっけ。もう記憶がなくなっちゃった。加納さんには打たれたけど、加納さんにはよく打たれたな。インゲッタリルスも負けっぽいな。負けですか、うん、あ、残念でしたね。せっかく1ゲートがあれですか、もう今回うち1ゲートひどかったですね。もうちょっとやっぱ練習しないと。1ゲート第1ゲートでなんかこう手こずってるうちは無理ってことですね。ああ、もうピュンって流して全部バーンって当てたらいいね。おあ、もうちょっと進んだぐらいです。まあ冷めたら進む。真ん中の6打ったらどっちかに当たるかもしれない。そんな眺めよくよろしくございませんよ。6人はいいんじゃないですか。6人打ってたら、6人は何があるかね。まあ、6とにはだいぶ離れてますけど、引っ張って、ね、引っ張るか押し出せば引っ張れば2だし、押したら6に当たる。お、惜しいな。やっぱ加納さんいいボール打つな。うん、さっきはあれ顎で打ちましたけど、顎ショット。6じゃなくてみんな6って言うんですね。6そうだ、8も10も3点か。10番
狙ってっていうと本当狙うだけになっちゃうかもしれないから当ててとか言う。5分前、お5分前、お何かしながら打ちました。難関事務局長、全部当てればまだ逆転あるんじゃないの。いやいやあるでしょ、だって弾まだ全部生きてんすよ。まあそういうことね。5分でしょ、早く動ければありますよ。もうこの次の2のタッチは厳しいと思います。あれ銃から撃たないといけないんだな、事情により。これ当たったら分からんぞ。はい、はい、2発目がダメなんだよ。これがウィニングショットになりそうです。そうですね、あもうこれで届かないでしょうね、普通は。どうしちゃうんだ。で自分が通って打って当てて一周だね、また。負けました。5は通しな、通さない方が良かったんじゃないかと俺はちょっと思ったけど。もう一回打っていいですか。5万円でもう一回打っていい。打ち直しのショットです。ハンデ戦のゲートボールだったら僕打ち直しありだ、ありのゲートボールやってみたいんですよね。あとは時間はどうするかな、ゲートボール。各チーム打ち直し1回まで、マッタを入れて。ゲートボールにマッタがあるんかい。いやさっきマッタ使いたい場面あったな。どこ、え、まあ、いっこさんのところ、まあ、あ、ひろし君のところ、どっち。いや、ひろし君のところはもう一回やってもなんか失敗する可能性結構あったんで、いっこさんのところはちょっと。あ、だから最初から僕が出たきゃよかったかな。例えば高山君が、ニコニコ戦は森口さん出てほしいのでって言ったから、はい、わかりましたと。まあしょうがない。そういうこともありますよね。まあでもな、あのね、10番が僕本当は8の抜け先かなと思ったんだけど、高山君が10番を引っ張ってるんで逃げて、やっぱり打たれた10番。あ、僕あのそこら辺はまあちょっといろいろ意見あるんで、ちょっとそれはね、あと帰りのね電車でちょっと言います、うん、あの批判とかじゃなくて、あのいろんなやり方あると思う、うん、僕は直感的に8の抜け先かなと思っちゃっただけで、一番最初のね、あの生田さんの10が弱かったね、うん、あれがね最高に効いた。そう、あれだってゲート行っていい球なんだもん。でゲート行くっていう指示だったんですよね。そうそうそう、あれ、まあゲート行けって言ってあれならしょうがないな。それは諦めるしかないな。生田さんもバテてるじゃん、やっぱり、ね、そうね。午後の試合は無理だな、生田さん、ちょっと厳しいな。朝からセーブしてもらうかどっちかですね。1日6試合は出せないな。やっぱりそれか、もう順繰りにやるかだよね、休むも。あ、僕休んでいいと思うんで、自分はね。だから僕は練習してないんで出るのがどうも思うと、あれなのよ。僕結構休みたい気持ちあるんですけど、結構休むとなんていうか割とガタガタじゃないですか。なんか今日の感じ、長瀬さんはだいぶ頑張ってたじゃん今日。いや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 、僕後ろ打ってたから分かりますけど、そんな頑張ってないですよ。あ、そう。そんな頑張ってないですよ、普通。1ゲートの出が悪かったですね。スパッと通ったことが一度もなかったんで、後ろはちょっとやりづらかった。あんなの合うんだ。 10回やっても俺多分合わないよ、あんなの。これゴチンとか戦ったのウィニングショット、優しいな。次の記念受験みたいな、記念受験タッチ、しょうがない。有山兄弟が聞いてるな。
ランニングって運動したくなったらあれをやればいいんです。試合中に決まってるでしょこれ。あ、決まり決まり5かな。あとは何点差をつけるかっていうだけです。まあ、もう勝ってるからもう打たないっていう人たちもいると。こういうところで当てて終わるとやっぱ次の試合に弾みがつく。